ゴーダン・ギリセックは、クロアチアの元プロバスケットボール選手。ユーゴスラビア連邦クロアチアザグレブ出身。ポジションは、シューティングガード、スモールフォワード。201センチメートル、101キログラム。シボナザグレブで、プロのキャリアをスタートし、1999年の NBA ドラフトで、ダラス・マーベリックスより全体40位で指名された。その後、 サンアントニオスパーズに交渉権が移ったが、NBA での契約を結ばないまま、交渉権はメンフィスグリズリーズに移った。2011年チェスカ・モスクワと契約を結び、2011から12シーズンはユーロリーグで19試合プレイし、平均22.9得点、3.1リバウンド、1.6アシストの成績を残している。 メンフィスグリズリーズ2002年にメンフィスグリズリーズで NBA デビューを果たし49試合に出場し平均11点に得点を記録した。オーランドマジック2003年2月19日、トレードデッドライン直前にドリュー・グッテンと共にマイク・ミラー、ライアン・ハンフリー、複数のドラフト指名権と交換にオーランドマジックにトレードされた h e エンディド・ザット・シーズン・オンザ。 NBA, S-OL, ルーキー・セカンド・チーム、ユタジャズ2004年2月19日、オーランド・マジックからでしょう、オン・スティーブンソンと将来のドラフト二巡目指名権と交換にユタジャズにトレードされた。ジャズでは2008年までの5シーズンをプレーし、2007年12月26日、フィラデルフィア76サーズにトレードされた。 フィラデルフィア76サーズ2008年2月29日、シクサーズをウェーブされた。フェニックスサンズ2008年3月4日、フェニックスサンズと残りのシーズンを契約した。レギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。